ボレースワフの息子たちによるポーランドの分割相続、長子領、ビエル・コポルスカ東部、マオポルスカ、クヤビ西部、ウェンチツ地方を呼び、シェラツ地方からなる、シロンスク領、ブアディスワフ2世の分領マゾフシェ領、ボレスワフ4世の分領ビエル・コポルスカ領、ミエシュコ3世の分領サンドミエシュ領、ヘンリクの分領、ウェンチツ地方、 ボレスワフ三世の未亡人サロメアのカ不良で、その死と同時に、長子領に戻される。ポモジェ、長子領の支配者の報道長子領または、クラクフ公国は、ボレスワフ三世の遺言状によって1138年に、成立したポーランド国家を構成する5つの地域の中で、最も上位に位置づけられた地域。ピアスト家の諸公が隣番で支配する地域となり、 クラクフ公国を領する公が、ポーランドの最高権威者となった。遺言上では年長者相続の原則が採用され、王家の最長老、長子が諸公たちの最高権威者であり、ポーランドの真ん中を南北に走るように広がり、クラクフを首都とする、長子領の支配者だった。また長子は、トモジェオをードとして、その総主権を持つ特権をも与えられた。 長子は国境を防衛し、他の諸公の領地から軍隊を招集し、外交を担当し、聖職者を監督し、貨幣を鋳造する権限を持つポーランド国家の主権者だった。歴代の大公は、多くの場合、ピアスト家の一員である自らの出身家系から、相続した、分量広告を所有しており、彼が死ぬと世襲の分量広告は彼自身の息子が、相続したが、 クラクフ公国は、大家中で生存する中での最長老者に譲られた。長子、つまり、クラクフ公の地位は、その地位にあるものに、相当な権限と利益をもたらすものであり、その職にある人物は自らを、ポーランドの諸公たちより高い身分に置こうとした。しかし、長子体制は、その最初の、長子であった、ブワディスワフ二世の知性には早くも崩壊した。彼は、 他地域への支配権を及ぼそうとして失敗し、神聖ローマ帝国へ亡命、ポーランドの長い分裂時代を引き起こすことになった。クラクフ公国は、王家の伝統的な拠点であるクラクフの南に長く、広がる地域から、ポーランドにおける境界の中心部であるグニエズノを意味していた。公国は本来、分量となった良い地域が、 自家に接することのないように設定されていたが、その多くが細かく分裂した結果、多くの広告が領域を接するようになった。この一覧では称号のみを帯びていたものは数えず、クラクフを実際に統治していたものだけを数えている。ありがとうございます。